私の名前はパニコ。大学を卒業して就職し、もうすぐで入社半年になる22歳です。この世界には説明しがたいような不思議な力があるって皆さんは信じますか？知らない人もいると思うので改めて説明すると、私の姉であるパネーはそんな不思議な力を持ってるんです。小さい頃からパネーがこの道は行きたくないと言えば、そこでその時間に事故があったことが後に分かったり、パニカーに今すぐ射程に電話してなんて突然言ったかと思えば、その射程さんが電話に出ようと立ち止まった瞬間、2メートル先に上から植木鉢が落ちてきてとかで、このまま歩いていたらととっても感謝されたりってことがあったの。他にもいろんな未来予知のようなことがあったんだけど、断片的にしか見えないことが多いみたい。もちろん悪い未来ばかりが見えるんじゃなくて、いい未来も見えるのよ。私が会社に入社する前のことなんだけど、うまく社会人ができるか不安がっていた時、一生懸命頑張っていれば見てる人は見てる、いい意味で運命を左右する人にも出会えるってパネーに未来予知され励まされたんです。今では会社でもしっかりと仕事をこなせているし、人間関係もとってもうまくいってるので、予言のことはすっかり頭の隅の方にありました。バニコ、最近会社はどう？しっかりやれてるよ。同期も先輩もいい人たちばっかりで、とってもいい会社。それはよかったわ。いい人たちに恵まれてるのはパニコが頑張ってるからかもね。ああ、そういえば入社前に一生懸命頑張ってれば見てる人は見てるってパネーが言ってくれてたね。あと、いい意味で運命を左右する人にも出会えるんだっけ？誰のことなんだろう。会社の環境になれるのに必死だったこともあって、半年経った今まで運命を左右する人なんて意識して関わっていなかったので、急に気になりだしてしまいました。それは自分で見つけてみる方が面白いんじゃないかしら。もうこういう時は教えてくれないんだから。まあでもそれが分かっちゃったら面白くないのは確かだね。石？うちの会社は結構人がいるから見つけるのは大変そう。まあそのうち出会うでしょと気長に待っていようかと思ったんですが、見える。バニコの幸運の鍵は春なんてパネーが言い出すもんだから、ドキッとしてしまったんです。なぜかって、それはパーニコ、おはよう。おはよう。昨日パネーに言われたこともあって、テンパって挨拶を返してしまいましたが、この人は春山清人、同い年の同期で部署が同じなので会社では一番仲がいいんです。春、清人とは春の入社式で会ったし、春、清人の名字は春山、もしかしてこの春山清人が運命を左右する人だったりして、そう意識するとなんだかいつも通りにできなくてギクシャクしちゃう自分がいました。なんか今日元気なくね？大丈夫か？ね、そんなことないよ。パニコは頑張り屋だからあんまり無理すんなよ。な、はい。お前今日どうした？キヨトはこんな感じでとっても気遣いのできるやさおだし、顔も、いや、運命を左右するって赤い糸のその運命の人だって言ってるわけじゃないんだし、キヨトって決まったわけでもないんだし、内心一人で大慌て。今までそんなこと考えたこともなかった相手だったのに、なんだか気になってしょうがありません。すると、君たち手空いてる？この仕事よろしくね。突然背後から斉藤先輩に話しかけられたと思ったら、書類の山を渡されました。そして立ち立っていく斉藤先輩、私たちの三つ上で無口な先輩なんです。うっげ、また陰キャ先輩に仕事回されたわ。先輩をそんな呼び方しないの。だってさ、この寮を新人に任せるがね、普通手が空いてなかったらどうすんだよ。新人って言ってももう入社して半年だよ。手は空いてるんだし、つべこべ言わずにやっちゃうよ。キヨトは斉藤先輩が苦手なようで、いつも陰キャ先輩なんてバカにして呼んでるので何度注意したことか。いいやつなんだけど、たまに子供っぽいんだよね。大量の書類の山のおかげで、なんとかキヨトとはいつも通りに話すことができて一安心。今日仕事終わったらパート飲み行かね。いいね、なんて感じで帰りに飲みに行く約束もして、なんとか大量の書類の山を定時までに片付けました。私が斉藤先輩に出来上がった書類渡してくるから先に上がってていいよ。
その代わり場所選びよろしく。オッケー、俺あの人苦手だから助かるわ。今日はもう決めてるとこあるから任せな。そんなこんなで斉藤先輩のところに行くと、みんなが帰り支度をしてるというのにまだ仕事中の様子。斉藤先輩は会社内でもかなり静かで無口な上に、飲み会にもいつも不参加なので謎に包まれた人という印象でした。他の先輩たちからも地味王なんて言われてるのを聞いたことがありました。だから清人も陰キャ先輩なんて呼んでるんだろうな。まあ確かに見た目は地味かもしれないけど、仕事はできるしとっても真面目。真剣にパソコンに向かう姿を見て、責任感のある人なんだなと感心してしまいます。思わず後ろからパソコンを覗くと、難しい文字列がずらり。うげー、一瞬見ただけでも頭が痛くなるようなものが画面に広がっていました。そういえばいつも斉藤先輩から渡される仕事はやりやすくてスムーズに終わるな。もしかして難しいのは回さないようにしてくれてるのかななんて思いながら見ていると、何かよ、書類ならそこに置いてっていいよ。と言われびっくり。こっちを向いたわけでもないのに、なんで気づいてんの？後ろにも目があるとか？じゃあここに置いておきますね。お先に上がります。うん、お疲れ。こっちを振り向かずに背中越しにそう言ってきたので、さっきまでちょっと感じていたいい印象はどこへやら、なんだか感じ悪いなと思ってしまったんです。そして私は急いで帰り支度をして、清人が指定した店に向かいました。今日は何の店かな、聞いたことない居酒屋だなとルンルンで指定された店の前に着くと、あれ、居酒屋じゃない。目の前には清人が送ってきた店の名前と同じだけど、明らかに居酒屋ではないおしゃれなイタリアンレストランがありました。今日は柄にもなくイタリアンな気分だったわけと少し面白くなりながらも店の中に。すると、なんだかいつもおちゃらけた雰囲気の清人が真剣な顔をしていました。どうしたの？柄にもなくイタリアンで飲み？私がそう話しかけてもなんだか気まずい雰囲気。すると清人がいきなりこんなことを言ってきたんです。前から運命の人だと思ってたんだよね。え？思わず変な声が出てしまいました。え？あ、で、どういうこと？だから前からパニコのことを運命の人だと思ってたって言ってんの。な、うわ、うわ、うわ、う、運命？なんてタイムリーなカミングアウト。これこそ運命なんじゃと思ってしまうタイミングです。運命って、え？パニコって鈍いのな。結婚を前提に付き合ってほしいっていう告白してんの。え？戸惑ってしまいましたが、パネーの未来予知は当たるし、やっぱり清人が運命を左右する人ってことなのかな、思わざるを得ない状況。一緒にいて楽しいし、清人は気遣いもできるし、でも異性として意識したことは、と清人の顔を見るとなんだか美化されたかのようにかっこよく見えてきました。嘘、やだ、本当？これって盲目ってやつでは？なんて冷静に考えもしましたが、運命を左右する人、春でね。私、パネーのこの言葉もあってか、断る理由が見つからずお付き合いすることにしたんです。その日は今までと違った二人の雰囲気に戸惑いながらも楽しい時間を過ごし、そのまま解散。しかしすぐに違和感を感じるようになったんです。だってね、付き合い始めたっていうのに、それ以降は特にプライベートでどこかに行ったりすることはなく、会社でも清人は私を避けるようになったので、私たちって付き合ってるんだよねという疑問が頭をよぎるようになってきました。あの日から2週間が経ち、あまりにも顔を合わせようとしてこない清人に休憩中に思わず声をかけました。ねえ、私なんかした？会社で無視されるのはさすがに仕事にも影響が出るんだけど。そう声をかけると、ごめん。謝ってほしいんじゃなくて理由が知りたいんだよね。少し黙った清人が深刻そうな表情に変わると、やがて少しの沈黙の後、重い口を開きました。実はさ、いつもの雰囲気とはまるで別人のような暗い表情で話し出した清人の話に、私は言葉を失いました。
清人は私にこんな話をしたの。清人の両親は清人が小さい時に離婚していて、今は母親と二人暮らしだというのは聞いていたんですが、なんとそのお母さんが重い病気で入院したんだとか。母親がいなくなったら一人になってしまうという不安から最近眠れていないということ、さらには入院費も高いのでパニコとのデートにお金を使うこともできなくなりそうで、迷惑をかけるわけにはいかないと思い言えなかったということを打ち明けられました。そんな話を聞いて私が突き放すとでも思ったんでしょうか。お金がかからないデートなんていくらでもできるし、お母さんがその状況で不安になって落ち込むのは当たり前じゃない。落ち込んでる様子の清人を見て、私がこの人のそばにいてあげなくっちゃと私は思ったの。だからね、私はこの世で一番頼りになる人に清人を合わせてみることにしたんです。そう、あの人ならこの状況に明かりを見出せるかもしれないって思ってね。私のお姉ちゃんに会ってみない？ま、お姉ちゃん？うん、きっと力になってくれる。それに清人のことを結婚前提にお付き合いしてる人だって紹介したいんだ。お姉さんって何してる人なの？結構有名な会社で秘書しながら、その趣味というか副業で占いをしてるというか、そっちも結構すごくて。へえ、いいとこに勤めてるんだね。おまけに副業までして稼いでるとか。あうあう、あってもいいよ。何も知らない人からしたら、いきなり不思議だしから思った姉を紹介したいなんて言ったらおかしな話だと思われるだろうななんて思ってたんだけど、何やらすごい乗り気だな。てかパネーの仕事を聞いてなんだか清人の目の色が変わったような、気のせいかな。そんな違和感を覚えながら仕事も終わり、パネーとは喫茶店で会うことになったんです。喫茶店に着くとパネーはすでに到着していて、パチッと目が合いました。お待たせ、急にごめんね。紹介したい人がいるって言うからびっくりしたわ。私も今日は急ぎの話があったのよ。急ぎの話？うん、でもパニコの話が先で大丈夫よ。紹介するね。この人は春山清人、私の同期で結婚前提に今お付き合いをしてる人なの。ほらあの時の話のさ、運命の人なの。パネーさん、はじめまして。え？え？お？なぜか驚いた表情をしているパネー。するとダメよ。え？突然そういうもんだからびっくりしてしまいました。パネーはゆっくりと口を開き、私が余計なことを言っちゃったから盲目になっちゃったのね。ごめんなさいパニコ。実は急ぎで話しておきたいことっていうのが、別の春には要注意ってことなの。その人と結婚しちゃダメよ絶対。な、ちょ、パネ、いきなりなんなの？どういうこと？あ？いやいや、結婚しちゃダメとか俺たちが決めることでしょう。パニコの運命の相手はあなたじゃないわ。え？はあ？意味わかんない。助けてくれるのかと思ってたけど、とんな的外れじゃん。趣味で占いしてるってなんかうさんくさいと思ってたけど、変な女。キヨと、そんな言い方。確かにパネーの発言に気を悪くしたのかもしれないけど、なんだか人が変わったみたいに思えちゃってね、ゾッとしました。でもパネーは涼しい顔してこんなことを言ったの。本性はそっちなんでしょ？そうね、今会社に行けば真実がわかるわよ。どういう？お前の姉ちゃん頭おかしいだろ。行こうぜパニコ。もう行くぞ。ほら、待って、痛い。そう言うと清人は私の腕をぐいっと引っ張って店を出ようとしたの。来たわよ本当の人が。どういうことなの？すると喫茶店にとある人が入ってきました。え、斉藤先輩？外は雨が降っているようで、濡れた状態で喫茶店に入ってきたのは斉藤先輩。なんでここに君たちが？斉藤先輩も驚いた様子でしたが、清人を見ると思い出したように話し出しました。ああ、春山くん、お母さんが傘を届けに会社に来てたよ。この言葉を聞いてパネーがニヤッと笑いました。今会社に行けば真実がわかるって言ったけど、
本命の方が言いに来てくれて、行かなくても分かったわね。え、お母さんが会社に傘を届けに来た？お母さん確か病院に入院中なんじゃ。清田のお母さんは重い病気で入院中なんじゃないの？あ、いや、その焦った様子の清田は目が泳ぐ泳ぐ。その様子を見て私は現実を思い知りました。騙してたってこと？何狙い？お金？運命だと思ったのは本当だよ。俺はパニコを運命の人だって今でも思ってるよ。信じてくれよ。仲良しの同期だろ。君たちっていつから付き合ってんの？ついこの間、春山くんが駅前で派手な女の子とキスしてんの見たけど。これは痛い目見てもらわなきゃね。やっちゃいましょうか。その後、私とパネに散々問い詰められた清人は結婚詐欺まがいのことを他にも何件もしていることを自白しました。いや、自白というかほとんどパネに投資されて、もはや言い逃れできない状況になってたんですけどね。もちろんそのまま警察にっぽいですよ。頼むから警察だけは頼む。母親が病気なのは本当なんだ。元気そうに見えるけど、ね、で病気で、だからその、俺が会社クビになったらまずいんだと最後まで土下座していた清人でしたが、嘘はつかない方がいいわよ。私に嘘は通用しないのよ。ですよね。で、パネが間違いなく悪いことばかりしてるというので容赦なく警察に引き渡しました。どうやらかなりの借金があったみたいで、私に言ったような内容で他の女性からもお金を騙し取っていたみたい。基本的にはいいやつを装っているから、私みたいに騙される人が多数いたみたいで、被害届も出ていて捜査中だったんだとか。借金取りから追い詰められていてかなり焦っていたのか、身近にいた仲のいい私を金づるのターゲットにしたみたいだね。道理でパネーの仕事について聞いてきた時、目の色が変わったわけだ。あわよくば同情を引いてパネーからもお金を巻き上げようって魂胆だったのね。だけど同じ会社で同期の私を騙したら、結局後々どうなっていたんだかって感じ。バレる嘘ついてどうすんだか。母親が病気なのは本当なんて言っていましたが、パネーの言う通り嘘でした。清人のお母さんは病気一つない健康体で、あの日はあまりにも連絡がつかない息子を心配して、健康のためにと2駅も離れた場所からウォーキングがてら傘を持って会社を訪ねてきていたらしい。心配してわざわざ様子を見に来てくれるような熱心なお母さんでしたが、最後は甘やかすことなく、詐欺を働くような息子を育てた覚えはない、私のことを勝手に病気にしたって利用するなと縁を切られたと噂で聞きました。もちろん会社もクビになったので、もう二度と顔を合わせなくて済みそうですね。ところで、なんで斉藤先輩があの場に居合わせたのか気になりませんか？実はあの喫茶店、斉藤先輩のご実家だったの。このことがきっかけで、斉藤先輩の感じ悪いなというイメージは一切なくなって、前よりも話す機会が増えた気がします。それに最近は嫌味まで言われるようになってきました。パニコさんって仕事もテキパキこなすし、周りの人のこともよく見てるのに男を見る目はないんだね。痛いとこをついてきますね先輩。ま、欠点が少しくらいあった方が可愛くていいんじゃない？ちょっとちょっと、それ褒めてます？けなしてます？おまけに鈍感ときたか。はい？いや、なんでもないよ。お姉さんは気づいてそうだけどな。それにね、なぜかパネーが斉藤先輩の実家である喫茶店が気に入ったらしくて、いつの間にか私たち姉妹は常連客に。斉藤先輩のお父さんであるマスターとも顔見知りになってしまいました。あ、パニコちゃんとパネーちゃん、いつも来てくれてありがとうね。こんにちはマスター。春間にこんな美人な知り合いがいるなんて今でも信じられないな。あいつ真面目で面倒見もいいんだけど、無口だから昔から周りに誤解されやすくてよ。え、春間って誰ですか？お、春間は春間だろ。あれ、そういえば斉藤先輩の名前って会社の人はみんな名字で呼ぶし気にしていなかったけど、最初の自己紹介での記憶をたどると、そういえばそんな名前だったような。まったく、ここまで鈍いってのも
逆に心配よね。パネーなんか言った？本当に見る目ないのねって言ったのよ。だってあんな男だと思わなかったんだもん。あんなのはもうどうでもいいのよ。そうじゃなくて。え？どういうこと？もう分かってない、全然分かってない。こんなに近くにいるのに全然見えてない。はい？近くにいるって？ま、気長に待ちますか。なになになんなのみんなして。まあいいや、これからは惑わされない見極める目を持っていかなくちゃだよね。この先いい出会いがありますように。いしご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。